5月25日に丸略カテゴリー基礎へのお誘いでまあ基本的にはカテゴリーを学ぼうということなんですけれどもあの最近でも生成アがレミでいろんな動きがありましたけれどもでそういう変化の中でそういう科学と技術の基礎としての数学に関心を持つ人っていうのは確実に 実に増えていると僕は感じていますで、ただ新しくあるいは新しい数学を勉強しようとする人にとって数学を学ぶことの難しさも増えているように思いますで、数学の応用のスタイルは大きく変化しています例えば大規模言語モデルの振る舞いの理解にコプレシーフやエンリットカテゴリーを使うというのは以前には考えられなかったことなんですね ただ僕、セミナーやってたんですけれども、でまあ、コープレシーフやユーザー・エンベディングの話はしましたけれども、カテゴリー論の基礎については、系統的に話すことはほとんどありませんでした、また、カテゴリーの中では重要なリミットやジョイントの概念についてもほとんど触れることができませんでした、でこれはやっぱり良くないなと反省するようになりました。 で基本的には個々のトピックスで数学の応用の範囲でカテゴリーに触れてくるだけで,でこれから数学を学ぶならばカテゴリーを学ぶべきだと僕は思ってるんですけれどもそのことをメッセージとして明確に出していなかったというふうに感じています。で 今後、丸薬ではカテゴリーの論の基礎をきちんと学ぶことを目標の一つにしてで、カテゴリー論基礎というセミナーを継続に開催したいというふうに思っています。で今回のセミナーはそうした取り組みの第1回目です。まあ、そうした活動って実は英語圏での活動に学んだものです。例えばアメリカだったら、ダイダーナブラトリーが 優れた啓蒙活動を精力的に行っていますでイギリスだったらアントム・ワインスターのケンブリッジ大の新しいカテゴリーの教科書と非常に斬新な構成になってるんですねで残念ながらあのそうした活動は日本ではあまり知られてないように思いますで彼らの取り組みをまず紹介していきたいと思っていますで今回のセミナー教興味すのは彼らの2つのこのコンテンツです で、実はあの科学と技術の基礎が数学だって話をしている僕はそれはあのその通りだと思ってるんですけれども数学の世界自体は今大きく変わろうとしてるんですねまあそのことについてはまたおいおいあの、まあ、次回多分あのリプレゼンタブル の話をしようと思ってるんですがあのその時にでも今数学の世界で起きている大きな変化の話をできたらというふうに思います。でただそういうカテゴリー論の基礎それも基本的にはカテゴリーの世界の上で起きてるんですよね。でそこでどういう言葉が使われてるかってことを知らないと。 で進行中の数学の変化の意味を知ることも難しくなるんです。今でもあの科学技術と数学は僕は少し離れてるんじゃないかっていうあの意見を持ってるんですけれどもそれがますます離れていくというのを僕は心配しています。AI の時代だから からこそと言っていいと思いますけれども。あの人間と A. I. との対比の中で。あの人間しかできないこと。だたくさんあるんですけれども。その中で一番僕は。あの数学の世界。が。そういうものだというふうに僕は考えてます。そういう意味では。数学の世界と。あの技術の世界がどんどん離れていくのは。 あのよくないことだというふうに思ってますそういう意味ではあの数学と科学技術を結ぶる一番の関門というのは今だったら多分カテゴリー論の言葉を知っているのかカテゴリー論を知っているのかというの一番大きいふうに大きいものだと僕は考えています。 だから、まあ、不定期になると思いますけれども、あまあ、今回のセミナーは、実はあのあのやっぱりまあ詰め込みすぎだったかもしれないやっぱりいあの2時間のセミナーでいろんな問題をカバーするのは難しいんですよね。で今回はまああのこのカテゴリーとファンクターって話と、リミットとコリミットの話にしようと思ってるんですけど、まあ、これでも本当は一つずつやっていった方が、 良かったなともまた反省ばっかりしてるんですけれども、あの、思っています。まあでもこれはあの、夢わかる、聞けわかる、聞けばわかるというようなものでは多分ないんで、そういう意味では、あの、コスパやタイパっていうのは、あの、数学の学習についてはあまり関係ないんですよね。自分の時間で、自分の理解の範囲で、自分の あの能力の範囲であの着実に進めていくしか方法はないんでまあそれにしてもでもきちんとあの短いあの範囲を絞ってあの勉強するのは必要だというふうに思っています。でまあ今後の予定なんですけれども不定期にまあこういうことばかしやってるとあの だからもうあまりむしろ関心を持たなくなるんじゃないかと気心配もしているんで、まああの時々あのあの新しいトピックスを入れていきたいと思っていますが、でそういう意味では不定期になると思いますけれども、あの継続的にカテゴリーの基礎を開講していきたいというふうに思っています。今回はパート1と2一緒にやっちゃったんだけど、多分一つずつやっ ていくのがいいんじゃないかなっていうんでこういうテーマをを考えたま,まああのでもこれで基礎がカテゴリー自身ももうすでにだいぶ変わっててあの今回あのこういう紹介しようとしているカテゴリー論というのはあの半ば冗談ですがあの古典的カテゴリー論っていうまあ量子論で古典論と量子論のあの 違いいがあるって話はご存じだと思いますがこれも古典的カテゴリー論って言われていてまあ,あの言う人もいて今はだからホモトピーだかベオドフスキーの理論でカテゴリー論はどんどんあの整備されてるんですねなあそこまでは多分あのなかなか難しいような気もしてるんですけどもまあだからそういう、まあ、スタックセオリー まあ、あの先ほどちょっと話したあの数学の世界の大きな変化とその,あのそのスタックセオリーの上で起きてるんですけれどもまあ,あのそんなことを言ってもきりがないんであの少しずつ基本的なところをあの抑えるっていうセミナーを継続的に不定期ですから継続的に。 やっていきたいというふうに思ってます。まあ、今回はその最初の試み。なんで、あの、ぜひ皆さんの参加をお待ちしています。